を聞いていきたいなと思うんですが、普段一緒に過ごされる選手ってみんな仲いいですよ。あとはやっぱり年齢が近いね、みんなね、内川さんとかポンとかね、はい、30代の選手は仲いいです、はい、20代の選手は20代で仲良くしてるんで、はい、どこに遊びに行かれるんですか？いや、みんなもう結婚したりしてるんで、はい、あんまり遊びに行かないですね、はい、ご飯とか、後輩にはどういう感じで接されてるんですか？いい先輩いい先輩、慕われている。そう、はい、なんて呼ばれてるんですか？マキさん全くないです。あ、そうなんですか。全く。アドバイスとかは、松田さんからは。アドバイスはしない。しない。こうなんか背中で語る感じですかね。そう、そっちタイプです、ね、はい。背中見て育てと。そうそうです。なるほど、わかりました。なんか普段されてる趣味とかはあるんでしょうか。趣味？松田さん自身。映画。映画。映画好きなんですよ。はい、だから映画が好きくらい競馬とかのこういうのを勉強したいなと思うんですけど、この冬もね、はい、もう試着会行きました。結構ですね、はい、何見たんですか？新しいです、全部すごいですね、はい、一番好きな映画作品なんですか最近？はい、最近は探偵はバーニーです。あー、ありましたね、はい、シリーズ全部 見られたんですか？見てます、はい。あ、昨日あれ、ね、遠征先すすきので泊まるんですけど、はい、なんかよくご飯食べに行ったり歩いたとこがね、よう映るんで、なんか懐かしいな。あ、じゃあ映画見てて、あ、ここ知ってる、そうそうそう、行ったことある。はい、へえ、面白いですね。え、洋画と邦画だったらどっちがお好きですか？いや、どっちでもいいです、はい、でも好きな俳優さんとか？誰でも誰でも大泉洋さんありますか？チャレンジしていきたいこと、はい、野球で。野球もそうですけれども、まあ、趣味として新しく増やしたいなと、まあ、趣味はもういいんで、はい、まあ、野球だったらやっぱりね、怪我なくね、ここまで3年連続試合出てるんですよ。これは若い子怪我が多かったんで、はい、だからやっぱり4年連続ね、全試合出場したいし、どんどんこう連続試合を伸ばしていきたいと思います。工藤監督になってから本当にもう全試合という感じですか？そう、工藤監督になってから1回も試合休んでないですよ。監督から言葉があったりしたんですか？何もないです。何もないです。じゃあもう来年に向けての野球での意気込みをお聞かせいただければと思います。はい、まあ、やはり日本一ね、今年になってこう12月とかすごいこう幸せなね、オフを過ごさせてもらってるんですけど、去年はやっぱり優勝できなくて、なんかいまいちこうしっくりこない1年のオフだったんで、やっぱり日本一になってね、また最高のオフを迎えれるように野球頑張っていこうと思います。ありがとうございます、はい、まあ、せっかくね、集まっていただいたので、僕験担ぎあんましないですね。パンツ同じ履いたきゃないし特にないですね。これを食べるみたいなものもないですか？これを食べるカツ丼とか？いや、ないですね。ちょっと今後考えたいと思います。競馬ファンの皆さんもご存知かもしれない。嫌いな食べ物はありましたか？あります。ピーマン。ちなみにそれは今は克服は？今は食べれるようになりました。あー、はい、ピーマン食べれますか？あ、よかったです。好き嫌いがね、してたら大きくなれないですからね。今まだ嫌いな食べ物、今も食べられないものってありますか？いや、もう特にないですね。はい、ピーマンということでした。